どうもタブヤンです。キャプテン翼2スーパーストライカースコアメモ、よかったら使ってみてください。今回は北朝鮮戦、攻守のスピードが素早いチームだ。ゴール前の低いボールを狙いボレーシュートをよく打ち込む。ゴール前を固めろって言われてもな。スタメンは同じメンバーでいきたいと思います。3連勝の不動のね、スタメンですね。ただしね、三杉くん頑張りすぎたのか、この試合ガッツゼロです。三杉くん抜きでいくぞ。おう、日本対北朝鮮、沢田くん行く。ここはしっかりパス繋いでいこう。さあ、三杉くんがいないということでね、ちょっと後半に不安はありますけど、しっかりボール繋ぐっていうこともね、これからの戦い大事だと思うのでね、ボール繋いでいこう。うまいトラップ、プレッシングが早いね。なかなかこれカットされないだろうな。ちょっと嘘でしょ、普通は危ない。マサオくんから前が空いている、ミサキくんへ。さあ左サイドはこのゴールデンコンビの形、普通のワンツーでいいけど、行くか、ゴールデンコンビ行くか、行こう。左サイドはこの2人に任せておけば問題ない。ゴールデンコンビ、そしてからの翼くんへパス、うまいセンタリング、低いボールトラップしてエリア内でドライブシュート。相手のキーパーのね、力量を見る。おお、そこそこの力量あるぞこれ。翼くん自分で行く、吹っ飛ばされた。おお、ボディバランスもあるっていうことか。侮れませんね北朝鮮。どうする、ここセンタリングだ。ミセック低いボール、ここはジャンピングボレーだ。ドライブシュートを止めたキーパーだからね、侮れない。どうだ。おお、キャッチに行って弾く。ヒューガ君低いボール、キーパー来た。スルーするとゴールキックになっちゃう。シュートだ、来たー、無人のゴールへ。よっしゃー、波状攻撃すればなんとか対応できるキーパーだけど、キーパーの質は上がってますねこれ。うん、1点取るのがね、なんか重たくなるかも。さあディフェンス、ディフェンスしていこう。松山くんタックル、うん、かわされる。戻れ戻れ戻れ、ボレーシュートに要注意って言ってたな。低いボールの要注意って言っても高いボールじゃんかこれはもう、あ、スカイラブパスカット、クリアだ。いけい、うそー、抜かれた。おい、カズオナイスカバー今スカイラブパスカットしてたのにカズオが、いやでも若林抜かれたね。これ北朝鮮侮れないな。どうしようかな、石崎ジトクリアに行って、どうしよう、石崎フォローでジトクリア、美咲くんパスカット。なあ、撃たれた、チグハグだし、守りが。沢田君トラップできる、オッケー。日
遊郭も山として、で沢田君も上がってこい、上がってこい。沢田君に一回戻して、東方コンビだこれ。さあ右サイドはこの二人、たけし、ひゅうがさん、日本のこの形ができればね、いい感じ。おっとマークされた、もう一回だ、もう一回東方コンビだ、いけ、よし突破した。そしてひゅうがくんへ、ネオタイガーでいいんじゃないこれ。あ、高いボール、トラップだ。ここは確実に決める、ネオタイガーショットエリア内、暗い北朝鮮、どうだ、よっしゃー。やはり日本の最終兵器、ネオタイガーショット確実に決めました。さあディフェンス、ディフェンス、いや1点取られても全然おかしくないね試合ですからねこれ。お、マサオいいとこ来たね、スカイラボタックル、パスカット、マサオカズオにはこれを期待してるんだよね、守備で。いけ、かわされるのかい、なんだと、ワンツー来るな、ここで止められない、低い、やばい、ボレーシュート来る、得意のパターンだ相手チームの。石崎なんとかしてくれよ石崎、おーし、一回では簡単にはね、クリアクリア、沢田ディフェンスも頑張るよ沢田、うーん競り負けてるな、カズオクリアかな、よしよし、つながった、日向君ナイストラップ、ネオタイガー打てるか、打てない、一旦ここがパスだ、翼くんに一回戻すか、カズオ上がってこい、よしカズオいけ、スルパス出せる、あマークされてるなこれ、マーク空いたところ、うー結構厳しいとこだねこれ、ドリブルでもう、あーっとうまいな、パスの出しどころがねえ、何これ、こっからいけるか、ここまで松山くんへ、きたー松山くん上がってきた、スルーするか、スルーだ、翼くんへスルーパス、これが本当のスルーパスあ、美咲くん来た、ノーマーク、大チャンス、ジャンピングボレー、美咲くん大活躍だ、うそー、スルーしてバランスを崩してジャンピングボレーで止められるか、ここはもう相田くん、まさかの直接シュートだ、角度のないところからでもカミソリシュートなら入るはずだ、イエーイ、キーパー表疲れてないねあ、キーパー何も大丈夫ってこと、マジか、松山くんに任せよう、オーバーヘッドだ松山くんの、あ低いボールか、低いボールはきついな、シュートだ、ここは波状攻撃だ、うん、こぼれ球、ヒューガくんにボールが回ってきた、チャンス、ボレーシュート、いけ、ゴールエリア内だからいける、無理か、敵のキーパーレベル高い、ここは沢田くんがフリー、沢田くんフリーで打たせるか、
ダイレクト？さすがに厳しいな、沢田では。折り返して翼だ。あ、カットされるかこれ。沢田修行が足りない。ヒューガ君、ここはどうしようかな。普通のタックルでいこうか。あ、パスか。そりゃそうだよね。こっからはパスするよね。読みが甘かった。石崎守れ。今日は美杉君いないから後半も頼むぞ。あ、マサオ戻れ。追いつけ、マサオ追いつけ。相手早い。ジトー君パワータックルだ。日本ディフェンスの要。よっしゃー、いいね。ジトー君、ここ狭いところ。オッケー、ここもつなげつなげ、細かくつなげ。ソダ君へ、いいね、いい展開だ。さあこれスルーパスしたいな。あー、2対0、北朝鮮強い。ここはメンバー交代なしでいこう。余裕のある試合ではない。もう1点もう1点、3点目を取りに行こう。タックルタックル。あー、ファールか。さあ次の1点がこれね、勝敗を分けますよ。ナイスカット。これ次取られるとやばいですよ。パスカット、カミソリタックルだな。あー、パスしてくるかこれ。うわー、最悪だ、最悪の噛み合わせ。ワンツーか。ワンツーはこのゲーム取れないんだよね。低いボール来た、ノーマーク、やばい。若林、おお、ギリギリ、こぼれ球、クリア。うわー、低いボール、これやばい、連続攻撃。うわー、ゴールポスト、助かった。危ない。ワンツー、さあカウンターだ。確実に決めたいねこれ。ヒューガ君か翼君に渡すか。でもその二人が広がってくれてることで松山君がフリーになっている。しかしこのキーパー手強いからね。翼君だ、一番大外の遠いところでドライブオーバーヘッド、ノーマークで決める。前半温存していたドライブオーバーヘッド、よっしゃ、貴重な3点目。いやもうあんまり余裕ないですからね、勝つことにしっかり勝たないとね、連勝記録を伸ばしていこう。タイガータックルだ、ここ出し惜しみはしない。うん、タイガータックル無駄になった。ワンツー強烈。沢田君も触ったけど無理。やばい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 、顔面ブロックだ、顔面ブロック、かわされた。顔面ブロック不発。あ、ここで顔面ブロック、くそ、危ない。パスだ、ここ、おーし、カウンターだ。いや、北朝鮮のこの怒涛の攻撃鬼だよねこれ。でもその分カウンターがこれ効く攻撃になりますよ。カミソリパスタ、松山君に預けて、これも松山君直接もあるし、翼君にもう一回っていうのもあるし、翼君にもう一回だなこれ。低いボールツインシュートだ、美咲くん頼むぜ。美
崎くん疲れてるからね、前半で。おお、余裕で止める。信じられないね。敵のキーパー倒れている。ここは松山くんだ。倒れてるからね、キーパー。よし、オーバーヘッドで決めろ。松山行け。一人かわして。かわせない、なんてことだ。ヒュー、ソーダ君、ここは倒れてるからカミソリシュートだ。決めろ。どうだ。うそー、やるなー。ここはもう翼君のドライブシュートだ。コーナーキックからのドライブシュート。お、ゴールポスト詰めろ。誰も詰められない。マジかー。松山君、もう一回オーバーヘッド。これだ、無人のゴールへ。よっしゃー。さあ、ここで選手交代しようか。ミスギ、残りガッツ、翼くんもうお疲れだね。ミスギくんはダメだし、チェンジ。翼くんにの代わりに出るのはやっぱ新田くんだな。新田くん頼んだぞ。あとはそうだね、まあそれぐらいかな。はい、新田君頼むぞ。パス取れない、ワンツーは取れないね。相手がドリブルしてきたらね、チャンスなんだけどね。おっと、打ってきた、ジトーだ。よし、ジトーいいとこにいる。ナイスカット。残り5分、無失点でいけるか。若林は飛び出さない。ここはね、スカイローパスカット、クリア澤田に任せるっていう。ボレーシュート打ってくるだろうね、これ。パスカットだから意味ないんだよねこれ。スカイラブクリアが欲しいな。おお、ナイスカット。パスして、これ取られたら。よっしゃ、松山ナイス。松山キープ、松山ワンツー、ソーダ君とワンツー。いや、中盤がいいね。ソーダ松山が効いてますよこれ。ここでね、トップした松山が躍動してますね。そして新田君だこれ。新田君いけ。そこから打ってもいいけど、ワンツーで、ワンツーで抜け出せ。はやぶさボレーがトラップして、低いボールははやぶさボレーだ。いけ新田君。残り少ない時間の出場で1点決めるか。決められない。残念。うわ、あっという間に戻ってきた。戻れ戻れ戻れ。あー、ソーダ君追いつかない。カミソリタックル食らわしたかった。ワンツーで逃げられた。あー、よかった、無失点で北朝鮮倒しました。次回まだまだ続きます。アジア予選サウジアラビア戦、若林ヒューが松山レベルアップ。それではまた、さよなら。